夢じゃない、嘘じゃない、間違いでもない。毎日確認しては思う。学校で、家で、バイト先で、何度も何度も口にする。南極に行くんだ。本当に南極って言った。いいの？いい。どうせ行くまで何言っても信じないから。本当についてから言うの。ざまあ見ろ、ざまあ見ろ、ざまあ見ろって。性格悪いね。悪いよ。悪い？いい。本当なんですね。この夏季訓練とかいうので2日、その後12月から休むってことですか。はい。親御さんはなんて？許可は取ってあります。うん。玉木さんは？どう思う、リン？普通かな。冷蔵庫閉める音も普通だし、包丁のリズムもいつもと変わらないし。よし、待って、なんか怪しい。普通すぎる。こっちに気づかれないように演技している的な。マリちゃん。何？入浴剤買ってきたから、お風呂場に置いといてくれる？そんなの最近あるんだね。こいつすでに知ってる。いや、単なる偶然ということもある。下手に動いて墓穴を掘ったら、しかし気づいてたら。だとしたらこれ以上隠しておくのは状況を不利にするだけ。むしろ積極的に動いて。マリちゃん、どうかしたの？それとも何かあるの？南極に。あのね、お母さん、実は冬に旅行に行くことになりまして。もう決定事項なんだ。母さん何も聞いてなかったな。今日近所の人に言われるまで恥かいちゃった。いや、言うつもりだったんだよ。ただタイミングの問題というか、はっきりしてからというか。誰が書いたの？印鑑をしたのは？待って、とりあえず武器を置こう。武器じゃなくて、これは料理道具でしょ。もっともバカな娘を調理するのにも使えそうだけどね。何その鬼ババっぽいセリフ。ただい。お父さん。全面的にキマリの責任だな。
一言で終わらせないでよ。一個でも赤点取ったらいけないんだよ。そうじゃなくても合宿で勉強時間ないのに。じゃあ来週本気で休むのか。うん、土日入れて4日間だから火曜までだけど。本当に大丈夫なのか。船が出るかまだ怪しいって書いてあったぞ。まあそれは今考えてもしょうがないし。うわ、バイト行かなきゃ。大変だな。じゃあ、お、無理しすぎないようにな。お、それ以上頑張ってダメだったらすごい後悔するだろうから。はあ、うん、行ってきます。よろしくお願いします。嫌だ。なんで？あのな、高校行ってるってことは授業受けてるってことだろ。一日の中でそれだけ勉強に集中する時間を与えられているということだ。それでできないってのは本人の努力の問題じゃん。だいたい勉強なんて運動と違ってやればやっただけできるようになるんだよ。正論ね。敵？敵も何もない。ただ日向の言ってることが正しい。いいもん、ゆずきちゃんに頼むもん。後輩だぞ。お、着いたってよ。お、おはようございます。なんか雰囲気違う。この前は仕事だったので仕方なく。仕方なく？ああいう可愛い系似合わないじゃないですか。性格的に違うっていうか。そう？可愛いと思ったけどな。嫌いなんですよ、ああいう女子でーすみたいなの。なんで不機嫌なの？まあ、あの仕事はあの仕事でいろいろ複雑なんだろう。ここ？ああ、間違いない。お待たせー。わかりにくくてごめんね。でさ、乗って。お、あ、今片付けるね。ごめんごめん。なんかちょっとイメージ違いません？うん、イメージと違った。まあそうよね、南極観測隊って言ったら大プロジェクトだものね。いくら民間とはいえこんなボロっちいワンボックスなんてね。なんて答えればいいの、知るか。しかしまさかあなたが本当に同行者になってここまで来るとはね。100万円はどうしたの？まだあります。もしかして必要ですか？報道の通りお金はないけど、それは南極に行くための費用を多く取っているから、その分削れるところは徹底的に削ってるだけよ。中止になることは絶対にないから安心して。あなたたちは知らないだろうけど、このプロジェクトが立ち上がってからずっと言われ続けているの。お金が足りない、危険じゃないのか。もう慣れっこ。そうなんですね。そんな報道があるたびにメンバーといつも事務所で言ってるわ。うるせえパーカ！ってね。一緒ですね。そうなの？はい。山ですね。気持ちいい。とはいえ外に出るのは明後日から。今日と明日はみっちり講義よ。おい、入った入った。資料確認してね。おお、すごい、基地要欄だって。内部資料取り扱い注意。うわぁ、雪上車なんか上がるな。その資料をもとに、これからあなたたち4人には他の隊員が冬と夏に受ける訓練と同等のものを凝縮して受けてもらいます。南極は定住している人間がいない世界で唯一の大陸よ。そこには日本とは違い、いろんな決め事やルールがある。それをここできちんと覚えていって。はい。お、学校とは大違いね。うん、クラス違うでしょ。では早速隊長挨拶から。南極観測隊隊長、
東堂銀です。隊長、女性なんですか？最初に言っておきますが、私は隊員は同行者であろうが研究者であろうが等しく同等だと思っています。やることは山ほどある。高校生であろうと必要であれば掃除洗濯から力仕事までどんどんやってもらいます。そのつもりでいてください。はい。南極観測隊員の ABC というのがあります。 A 当たり前のこと、 B ボケっとしないで、 C ちゃんとやれ。常にその意識を持ってほしい。なんか隊長って感じの人だったね。居眠りしてたら超苦闘できそうな。テストとかあったら超難しい問題作りそうだよね。それより明日はルート工作だろ。うん、外出るんでしょ。山来たんだもん、ちょっとくらい出ないとね。とはいえ結構大変だぞこれ。え、うん、どうだった？何が？久々の再会は。言ったでしょ、私は隊員は等しく同等に扱う。はいはい。わざとこうしたの？ううん、私は何もしてない。本当にあの子が頑張ってここまで来たの。でも正直予感はあったかな。初めてあの子が一緒に行きたいって言った時から。高子の娘だもん。これは？トランシーバーだと思います。これがコンパスで、こっちは GPS 測る機械で。どう？あった。ひなたちゃん分かった？昨日大体教わったしな。でもなんでこんなことするの？南極って真っ平らなんでしょ？道なんか作らなくてもいけるんじゃないの？逆、真っ平らの真っ白だから吹雪になると方向が分からなくなる。だからルートを作ってそこを通るようにするわけ。ああ、それで目印にこの旗立てるわけだ。でもどこに？それを自分たちでやるのがこの訓練だろ。ここが今私たちのいるところだ。そしてここにあるのが目的地。そこまで行けばいいの？ただ行くんじゃなく、途中にあるこことこことここ、こういうポイントに旗を立てていく。なるほどですね。よし、やろう。あっちの方だよね。待て待て、そんなに雑に動き出してどうする。ポイントがどこにあるのかわかるのか？え、あそこらへん？らへんじゃないだろう。それで正確な位置を測って進むの。おお、うん、なんか難しそうな予感。48 49 50。うん、ここだよ。角度見て。これ右目左目どっちで見るの？利き目じゃないのか？利き目って？確かこうやって。まだ？お、168度。もっと右。右？右？右？そう、そこ。緯度がこれで、経度がさっきよりもちょっと距離ありません？計測が正しければ今ここにいるはずなんだよな。そこか、だいぶずれちゃってるわね。思い出すわね、自分が初めて参加した時のこと。残りの3人は何なの？そう、お一人はもともと参加させようとしてた子でしょ。いつの間にか仲良くなってるみたいだけど。お、他の隊員の人たちは時間競ってるって言ってましたけど。でも大切なのは時間よりも正確さだと思う。安全第一だもんな。じゃあ行くよ。1 2 398 399 400。はい、ここ。うん、
左に2歩はい、そこ。おお、素早い。しかしよくわかったな、キマリがコンパスが得意だって。なんかぽいっていうか、コンパスのエキスパートと呼んで、名付けてコンパサー最初はグー、じゃんけんポン。よっしゃ、私ここ。修学旅行みたいだね。トランプとかないの？遊びに来たわけじゃないぞ。テントで寝るのも立派な訓練なんだから。でもまだ8時前だよ。ほら、隊長も合宿の夜は親睦会やるって言ってたし。いいから寝ろ。話そうよ。こっち向くな。怖い話とかしちゃう？軽く死なせますよ。ああ、もしかしてゆずきちゃん嫌いなの？怖い話。ウルカにしてください。ウルカにしてくださいって何？一応先輩だから言い直したんです。もう言いたいことはわかるからいいじゃないですか。ウルカにしてください。いいからやめろ、キマリ。シラセちゃんは寝ちゃった？聞こうと思ってたんだけど、シラセちゃんってさ、隊長さんと知り合いなの？どうして？なんとなく。あの人はお母さんが高校の頃の知り合い。お母さんと一緒に南極に行った人。あの人は帰ってきて、お母さんだけが帰ってこなかった。それだけ。お母さんが待ってる。満点。北極星どれ？北斗七星の何かを伸ばすんでしたっけ？カシオペアだろ。南極星は？南極星あるんですか？一応あるよ。そんなにはっきりとは見えないらしいけど。どれ？ここから見えるわけないだろう。空にある星が全てと思うなかれ。ひなたちゃんの言葉でしょう。ちょっと出来悪かったな。こちら昭和基地、オーロラ隊聞こえますか？どうぞ。来た。こちらオーロラ隊、三宅です。感度良好です。どうぞ。定時更新です。異常はありませんか？どうぞ。本日オーロラ隊4名、人員、装備、異常なしです。どうぞ。わかりました。明け方は冷えるので体調に注意して。定時更新を終わります。ご安全に。ご安全に。本当に来ましたね。危うく忘れるところだった。何が見えますか？白瀬ち
ちゃんのお母さんってどんな人だったんですか？どんなと聞かれると変な人って答えしか出てこないわね。白瀬ちゃんに似てます？さあ、私は娘のことまではよく知らないから。ただあのしつこさと思い込みの強さはそっくりね。めんどくさい。いいですよね、めんどくさいの。南極向きの性格ね、あなたは。本当ですか？どうして南極に？え？あの子に誘われた？はい。でも決めたのは私です。一緒に行きたいって。このまま高校生活が終わるの嫌だって。ここじゃないどこかに行きたいって。そう。でもひなたちゃんと知り合って、ゆずきちゃんと知り合って、観測隊の人の気持ちを知って、隊長と白瀬ちゃんのこと聞いて思いました。どこかじゃない、南極だって。私みんなと南極に行って、みんな起きて。なんだ、朝苦手なんです。いいから起きて、白瀬ちゃんも。早く早く。みんなと一緒に南極星見つけて、オーロラ見て、かき氷食べて、